ギルドの力、中世ヨーロッパの職人。中世ヨーロッパの職人たちはどのようにして自分たちの権利を守り、業界の品質を保障していたのでしょうか。今日は中世ヨーロッパの経済と社会におけるギルドの役割について掘り下げていきます。ギルドはその時代の産業を組織化し、市場の秩序を維持するための重要な機能を果たしていました。1. ギルドとは中世ヨーロッパの経済の基盤。ギルドは中世ヨーロッパの経済と社会構造において中心的な役割を果たした組織です。これらは特定の職業に従事する人々が組織化された職能団体であり、その主な目的は製品の品質を保障し、職業の標準を設定し、業界内の競争を適切に調整することにありました。ギルドはまたそのメンバーに社会的な保護と経済的な利益を提供するために独自の規則や基準を設定しました。ギルドの組織は厳格な規範により運営され、各メンバーは一定の職業倫理と品質基準を守ることが求められました。これにより中世の市場は高い信頼性と安定性を確保し、消費者はギルドが保証する品質の製品を信頼することができました。ギルドは不正競争を防ぎ、公正な価格設定を促進することで市場の秩序を維持しました。加えてギルドはメンバーの教育と訓練にも積極的に関与し、職人技の水準を一定に保ちながら新たな技術や方法の伝承を行いました。これは職業技術の継承と発展に寄与し、経済全体の革新を促進する重要な要素となりました。またギルドは地域社会においても影響力を持ち、市政や公共事業に参画し、市民生活の向上に貢献しました。 2. ギルドの構造、親方から徒弟への階層システム。中世ヨーロッパのギルドは独自の階層システムによって構成されており、それぞれの階層が特定の役割と責任を持っていました。このシステムの頂点には熟練の親方が位置づけられ、彼らはギルド内で最も影響力のある存在でした。親方たちはギルドの運営と決定権を握り、業界内の重要な政策決定や価格設定に直接関与していました。彼らは自らの工房を持ち、多くの職人や徒弟を抱え、高度な技術と経験をもとに製品の品質を保証し、業界の標準を定めていました。ギルドの中間層には職人がおり、彼らは熟練労働者として自立して働いていました。職人たちは日雇い労働者としても働きつつ、独自の技術と経験を磨き、将来的には親方として自分の工房を持つことを目指していました。職人はギルド内で一定の自由を享受しており、自らの製品を市場で直接販売する機会も持っていました。ギルドの最底層には徒弟がおり、これらの若者たちは技術と知識を学ぶために親方や職人の下で修行していました。徒弟期間は数年に及び、この間に徒弟は基本的な技術から複雑な工程まで職業に必要なすべてのスキルを学びます。修行を終えた後、徒弟は職人試験に合格することで職人として認められ、独立した労働者として働く権利を得ました。このようにギルドの階層システムは中世ヨーロッパの産業組織の中核を成し、各階層が互いに依存しながらも個々の技術向上と経済的発展を促進する役割を果たしていました。ギルドシステムは厳格な規則と構造により、製品の品質保証、職業教育の提供、そして市場の安定化を実現していたのです。 3. ツンフト闘争、市政への参加をめぐるギルドの戦い。3世紀以降のヨーロッパでは、手工業ギルドの親方たちが市政への積極的な参加を通じて、より大きな政治的影響力を求める動きが顕著になりました。この時期に展開されたツンフト闘争は、ギルドによる市の行政に対する発言権の確立を目指す一連の政治的な活動であり、ギルドの社会的および経済的地位の向上に大きく貢献しました。ツンフト闘争、13世紀以降、中世ヨーロッパのギルド、特に手工業ギルドの親方たちは、市政への積極的な参加を通じてより大きな政治的影響力を求めました。この動きが引き起こしたのがツンフト闘争です。この闘争はギルドが市の行政における発言権を獲得しようとする政治的な活動を指し、ギルドの政治的地位を高めるとともに、市政における職人階級の代表権を強化しました。ツンフト闘争は市の政治構造に深く関与することを目指し、
市政の運営における民主的な要素を増加させることを目的としていました。これらの闘争を通じてギルドは市の政治に直接参加する道を開き、ギルドメンバーが市政の決定プロセスに影響を与える機会を持つようになりました。その結果、市政の運営はより透明で公平なものになり、市民の間での政治参加意識が高まりました。これらの政治的闘争はまた、ギルド自体の内部結束を強化し、その結果としてギルドは市内外での交渉力を増すことができました。ツンフト闘争は市民権の拡大と市民社会の発展に寄与し、中世後期におけるヨーロッパの都市の政治的及び社会的な変化に重要な役割を果たしました。まとめ。ギルドは、単なる経済組織にとどまらず、中世ヨーロッパの市場経済の発展に不可欠な役割を果たしました。また、市民の社会的な結束を強化し、文化的な進歩にも寄与しているのです。このようにして、ギルドは中世の都市文化と経済の基盤を築いたのです。ギルドの物語は、単に過去の歴史を語るものではなく、組織化された労働と品質管理がどのように社会に影響を与えるかを教えてくれます。この動画が面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。